定まってないよ。なんだろうね。オッケー、じゃあまずはこちらのストーリーミッションからね、始めていきたいと思います。なんだ、アイテール。アイテールって何？あ、こいつじゃないね。ディアウスピターか。こちら討伐になります。やっていこう。あ、よし、来たよ。これ、あ、2体いるのか。ディアウスピターとアイテール。あ、マジで？え、これ2体倒せってこと？うわ、マジか。アイテールってそもそもなんだ。こいつがまずわからない。ディアウスピターだけじゃなかったんだね。オッケーオッケー。まずは誘導させてやっていかないとね。アイテールだ。よしよしよし。カモカモカモ。一旦来なさい。これ2体同時にいたらゲームオーバーだぞ。来なさい来なさい。そう、ソーマ何をしている？ソーマ早い、集まって。はい、ソーマ来なさい、こっちに。この奥で戦うよ。2体合流したら終わりだね。アイテールというのはサリエルっぽい荒髪だね。え？来て。早く来て。よし、レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。俺ちょっとディアスピター苦手だからね。あいつ、このアイテールあまりダメージ食らえないなや。あ、のののののの。で、ディアスピターの動きを見ながらやっていかないと。皆さん、皆さんこっちに来なさい。ここ集まりなさい。中で戦わないとどういうことになる。バレるからね。カモン。こいつに時間をかけない。勝った。硬すぎるね。なんだこの硬さ。病気レベルで硬いぞ。ノー。頭めっちゃヒットするね。やっぱ頭弱点だな。ノーノーノー。わお、いきなり死んだ。あー、早っ。マジで？いきなり死んだよ。助けて。ガード。おら、降りてこいや。ダウンかも。全然硬くて効かない。あ、尻尾だな。これ、ケツの部分狙えばいいんだ。ケツ狙いでやっていけばいいんだね。ディアスピターどこにいる？まあ、だいぶ離れて、ちょうど逆方向にいるからね。これは時間かかるぞ。これは時間かかるね。うわ、ガードできないのかい。よし、徹底的なケツ狙いでやっていくからね。とにかくケツケツ。テーマはケツ狙いですから。よし、ナイスヒット。ほらほら、イエー。おっしゃ、ヒポケツ効果いったよ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。よっしゃ、ケツをこっち向けろ。壁に向けんじゃねえ。ケツを隠すな。これは時間かかるぞ。早く倒さないと。No！ なんか出てくる。何も出てこなかった。よっしゃ、ナイス。スカート結合崩壊。これでだいぶ戦いやすくなったぞ。ほら、めっちゃ食らうようになってるね。よっしゃ、ダウン来た、ダウン来た。行こう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 。レッツゴー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 。すごいダメージだ。いいね。
あ、危ない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 。エド倒すぞ、畳かけろ、タビガバちょっと、みんなこっちに来なさい、みんなこっちに来なさい、そっち行き過ぎたから、ソーマこっちに来るんだ。ソーマちょくちょく無視するよね。逃げた、しゃ、来いや。イエス、アリサ、アリサ、アリサ、そっち行ったらいかん言うとんだろ。こっちに来なさい、そこで戦ったら絶対ディアスターンバレるからね。この奥よ、カモカモカモ。いや、まだ行くな、こっち来るまで。なんで人の言うこと聞かないの。何このリーダーの全然言うこと聞いてくれないパーティー。チカ君来とんね、早よこっち来いよ。え、なんでこあいつこっち来ないの。いやいやいや、なんで来ないの。カモカモカモ、いや、みんなこっち来てって。荒神も来ないわ、みんなも来ないわ、なんなの、早く来いよ。何あそこで、よいしょ、早く早く早く、何がしたいのよ。荒神含めて全員何がしたいのよ。俺以外のやつ、キチガイしかいません。キチガイの集まりです。勘弁してください。よっしゃ、ダウン来た、行こう、とどめ刺す、とどめを刺す。まだ死にかけじゃないと思うけど。どこ来てんだ、あーそっちか。みんなこっち来なさい、こっち。そこ行かんのだって、こっち来てって。なんであのリーダーの言うこと全然聞かないの、このパーティーの人たち。可愛いからといって言うこと聞かないのはまた違うからね。いや、ソーマ違うって。ソーマ、ソーマ、人の話を聞きなさい。ソーマ、なんでこの荒神こっち来ねえんだ。全然こっち来ないけど、中入ってきてる。そう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 、ずっと外行くよね。おかしいよ、急に動きがおかしくなった。俺以外のみんなおかしい動きだ。だから何なの、さっきまで奥で戦ってたじゃん、なんで微妙にそっち行きたがるの。カモカモカモ、え、何がしたいの？なんで急に中で戦わないの？ディアスが近くに来てるんだって。いや、あの、みんな聞いて、俺の言うこと。そう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 。なんでみんな俺の言うこと聞いてくれないの？全員ガン無視するっていうね。なんぼほど集合かけとんねん。お願いしますよ。みんなで戦っていかないとね、勝てないからね。そういう世界になってきてますから。荒神も来ないわ、人も来ないわ。俺絶対嫌われてるでしょ。このゴッドイーターで僕はいじめを受けてますよ。いじめられだね。よっしゃ、ホールド、いいぞ、もうとどめさそう。怒るんかい。長いな、ディアスピター。うわー、真ん中来てるじゃないか。みんなここ集まっとけよ。逃げましたね、分かったよ、それは。こっち来なさい、こっち来なさい、みんなこっち集まれ、こっち集まれ、みんな集合のサインずっとかけとんですけどね。すぐこの集合のサインが途切れるからね。まだちゃんと中完全入るまで、中完全入るまでおんねん、真ん中。よし、この辺だな。絶対に合流させてはならないぞ、それは死を意味する。ちょっと時間かかってますけどね。なんか出てきたんですけど、時間差攻撃。さてと、どうしようかな。おしゃ、ナイス、これでとどめを刺す、これで倒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 せないと厳しい。いけ、死ね、いけ、アウチ、いかない、あー終わった、あー終わった、俺は死んだな、俺は死んだな、俺は死んだなと思いましたね。ゴー、イエス、ナイス、ナイス、時間かかりましたが無事討伐完了。さて、お次ディアスピターね。ここから本番だからね、俺から言わせれば。
こんなまだまだまだ本番じゃない、まだ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 。俺はどっちかといえばディアスピターも大の苦手だからね。しかもおら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 、ナイスヒット、いいね、ゴー。こいつは怒ったらね、あの翼が出てきたら厄介なんだよ、ほんとうざいからね。ゴー、ガード、あー間に合わない、嘘だろ、ガード、イエス。この腕の部分だね、これダメージ通るからここ狙っていかないとね。スタビリティだ、オーマイガー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 、ノー、イエスイエスイエス、ノーノーノー、避けて、イエス、ナイスヒット、なんでこれみんなバラバラになってんの、一致団結しよう、なんかこんなとこでソロ活動いらないよ、このチームに力を入れておくれ、なんかみんなバラバラになってるねみんな攻撃しないし、俺だけだよね切ってんの、これ新手のいじめじゃないか、パワハラというやつじゃないよね、俺上司なんですけどね、上司がパワハラ受けるのか、おかしな時代だぜ。ガード見えない見えない見えない、わあ当たり判定が今結構無理やりだな、わあ死んだし、うそー、結構無理やりな当たり判定だね、当たってないよ、うわー出た、この翼出てきたぞ、これが厄介なんだ、めっちゃ硬いし、これが厄介だからね、みんな足タミナ切れてる、もうその壁貫通してくるのいい加減やめない、世界観おかしいでしょ、壁という概念がないのかい、よし、ゴー、すごいダメージだ、いいね、ナイス、時間はかかってるがまあしゃあない、頑張っていかないと、いてえなで済む問題じゃねえだろ今、イエスナイス、切れたね、怒ってなかったんだ、危ない、え、アリサ死んでんの、アリサまた生きやがった、おい、よみがえりなさい、アリサ死ぬんじゃない、皆さん攻撃しなさい、何、なんで後ろ足のとこダメージ受けるの、どういうシステムよ、納得はできないね、突進して後ろ足の後ろにいて当たるんだからね、何に当たってんのってそりゃなるでしょう、あのの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 、どこに行く、捕食しとる場合じゃないぞ、こら
死ぬよ死ぬよ、わーおか、回復玉取ったの死んだんかい、嘘だろ、なんかなくなってるし、はははどういうことよ、回復玉取ったんなら知らないでしょ、 HP ほとんどマックスになるんだから、どんな攻撃力よ、誰が取ったんだ俺の回復玉、わあもうなもう最悪だね、アリサと共に行くって幸せなことだけどね、あこれ多分終わったな、ゲームオーバーだ、早く立て、くそ、邪魔だ、はい出た、狙ってくる、立ったとこゲーね、全部立ったとこゲー、このゲーム、体勢を立て直さない、アリサ蘇りなさい、 NPC でちょっとあんた死にすぎだよ、論外だ、レンの方が可愛いね、レンの方が可愛く思えてきたよ、こんだけ死なれるとね、可愛いがもう正義の時代は終わったんですよ、今はそうじゃない、これは時間かかるね、これも当たり判定、なんで壁の後ろいて当たり判定になるの、いい加減もう壁っていう概念作ってくれよ、どのゲームでもあるのごといただけねえんだよな、壁にここ、こういうとこにいて壁貫通してこう来るからね、納得できる人いる？いないでしょ、頼むからもう壁概念作ろう、いい加減に、こっちの攻撃は壁概念あるんかい、はは最悪だね、意味がわからないよ、こっちのこっちの攻撃あってなんで相手の攻撃ないんだよ、今俺の攻撃はね、なんかそこの建物を当たって全然当たらなかったけど、敵の攻撃が壁貫通してくるんかい、はあ、プレイヤー振りゲーもちょっとひどすぎるでしょ、何この相手引きゲー、なかなかないよ、普通プレイヤーを引きするはずなんだけどね、アーリさんいい加減にしてくれないと、可愛いは正義は終わったんだよって、死にすぎ、俺以上に死なないで、リンクエイド、はいカモン、ありがとうじゃないよ、もうそろそろ怒るぞ、これな、もうドブスでいいから、ゴリラみたいな面してていいから、もうそういうの強いの欲しいね、何をしている、早く切れ、助けておくれ死にまくっとる、助けておくれ死にまくっとる、全然クリアできない、ガン無視されている俺の存在、そうもすまんね、いつも、よっしゃー、ようやくダウン来たよ、もう全然ダウン取れないんだからさ、動きすぎだわ、ホールドトラップ使っていこう、はいカモン、来い、え、ホールドにならないの、ならないんだ、はあ、そんな荒神もいるんだね、今完全に当たってたもんね、ならないやつもいるんだね、ホールド、そんな書いてくれないとね、攻略本持っとるわけがないからね、こっちは、そんな知らねえよ、せっかく1個しかないホールドトラップを使ったの、何なのこの徹底的な俺狙いは、みんないるよね、4人いる中なぜ徹底的に1人を狙うんだ、意味不明だろみんな、おかしいだろ、これはもうめんどくさいわ、何回も何回も
もう腹立つねー。あかん、終わった。耐久値あと10ね。もう終わりだ。全員死んだね。早く立て。アルファ1耐久値残りわずかです。慎重に戦って。はい、レイン、よみがえりなさい。アリサどこにいるんだ。あれ、アリサはなんで、レンなんでガン虫助けたれや、アリサ。絶対なんか裏であるわ、裏事情。裏テーマあるね。やだね。このゲーム全然仲良くないよね。仲良しじゃないゲームだね。絶対裏テーマあるよ、あれ。絶対裏でゴダゴダしてんだろうな。まずいぞ、もう耐久値ないぞ。終わるぞ。もうディアウスピターはストーリーに出てきすぎだわ。何回倒してんのよこいつ。マンネリだわ。もうさすがにええわなるもん。強いゆえんこんな出られたら。しゃ、ダウン来たよ。行こう。ダウンじゃないんかい。中途半端な動きするなって。もう何がしたいのよ。ダウンしてくれよ、いい加減に。どんだけ足腰強えんだよ。しゃ、来たね。俺の願いが届いたよ。もういい、ゴリ押しでいいわ。自ら当たりに行くっていうね。無事討伐完了。長くなっちゃいましたね。耐久値も残るは10。今回は死にまくり。本当にディアウスピターは苦手。判定がおかしい毎回。翼の本気でやばいな。
なんなんだ。やめろ。避けろ。避けてくれ。早く逃げろ。うわちゃんしてんじゃねえ。誰だ。死んだ。助かったぜ。それにしてもあいつは一体ん？どうした？おい、林道さんの足跡をたどって運よく彼に出会ったとしましょう。もしその時彼が荒神になっていたらどうしますか？あなたはその荒神を殺せますか？オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。林道が荒神化してましたね。あれはハンニバルの亜種みたいな感じになるのかな。おそらくそうでしょう。この後ストーリーはどのような感じで進んでいくのか、それは次回お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。